皆さんこんにちはこんばんはここみチャンネルのショーが今日は雑談エジプトについてお送りいたしますよろしくお願いいたしますまあ、エジプトはすごいじゃないですかまあいろんなね画像をこのチャンネルでもご紹介してるんですがまあ、エジプトの現地に行かないと手に入らないまあ写真というか画像をねまあ、持ってるのであの7000枚ぐらい持ってるんですよエジプトの写真はね で、そのうちの、あの、まあ、これはいいなっていうのをちょこちょことこの番組で、まあ、ご紹介してるんですけども、あの、まあ、エジプトコレクターなんですよね。あの、興味がすごくあって、まあ、行ったことがないんですよ。ただね、あの、私、あの、中東に踏み入れたことがないんですよ、足を。他の国は結構あっちこっち行ってるんですけど、中東だけはね、なんだろう、縁がなかったのと、あの、もう一回行こうと思ってタイミングが悪くて、 なんかちょっと行けなかったんですよね。エジプトに行く企画があって、じゃあ行きましょうということになって、まあ、航空券買う、買わないの話になって何か起きたんですよね、その時にね。で、行けなくなってしまって、で、ずっと行ってないんですよね。で、いつか、まあ、あの、皆さんとね、まあ行きたいっていうふうに思っております。落ち着いたらね、まあ行きましょう、皆さんね。で、あの、まあエジプトは不思議なことがいっぱいなんですけど、まあ今からあのお話する話は全部自立なんです。 あの、事実なんですけど、あの、言っちゃいけない話なんですよ。だけど、まあいい、まあいいかな、もうね。まあ、ね、妄想だと思って、私の、あの、妄想だと思って聞いていただければありがたいんですけども。あの、まあ、まずあの、喋りながらですね、あの、持っているうちの写真の、まあ、コレクターした、コレクトしたですね、あの、画像をバンバン切り替えて流していきますけど、あの、ダンダラ寺院ってあるんですよ。ダンダラ寺院。まあ、お寺ですね。 まあ本当にお寺なのかどうなのかも分かんないですけど、まあ、そう言われてるんですよ。ルクソールのね、北70キロぐらいかな、1時間ぐらいなんですよね。車で1時間ちょっとぐらい。で、行けるところがあるんですけど、あのそこの寺院って何がすごいかっていうと、まあ装飾っていうかね、彫り物がすごいんですよ。彫ってあるんですよね。岩にいろいろ彫ってある文字とか、まあ、絵とか、まあ、それがあの全部あの、その、お,お寺の、 画像をガンガン切り替わって流していきますので、お話ししてる間ねあの、ちょっと堪能していただければと思いますけども。で、まあ、あの、解読できている字もあるんですよ。文字がね、あの解読できているのもあるし、何が書いてあるか分かっているっていう部分もあるんですね。まだ分からないところもあるんですけど、まあ、かなりの,あの部分が分かっていて、まあ、この世とあの世の、まあ、ことがいろいろ書かれているんですよね。まあ、どういうふうに生きていったらいいかとかね、その教えみたいな。 だからそういう教えが、まあ、仏教に通ずるところあるんですよ。だからまあ一応寺院じゃないかということで、寺院っていうねあのな、まあ、場所がお寺だっていうふうになってるんですよね、これはね、だんだら寺院というね。であの、ピラミッドね、まあ、大なり小なりあるじゃないですか、あっちこっちに。じゃあ,あ、れなんなのかってことで、まだほら分かんないんですよ。あれは何なのか。で、どうやって建てたのかも分からないじゃないですか。 で日本テレビのヤオイさんっていうね、あのディレクターの方がいて、まあ、今もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、あのー、その方の番組の中で、じゃあピラミッド建てちゃおうっていうことになって、<笑><笑>でもピラミッドをね、建てたんですよ。本当にやったんですよ、日本テレビが。で、まあ、一応予算組んで、スポンサーも、じゃあ出しましょう、面白いからって言って、かなりのお金が。 まあ、あの提供されることになって、じゃあ、このお金だったらいけるだろうということで、高さ20メートルのピラミッドを、じゃあ、あのギザの大ピラミッドのちょっと見えるところに建てましょうということで、めちゃくちゃな企画ですけど、あの砂の上にねで、エジプトの政府の許可がいるって言って、なんとかお願いしたら、じゃあもう離れた、もうここら辺もうずいぶん離れたところなんですけど、1キロぐらい離れてるんだけどあの、ここだったら建てていいよって言って、ただ片付けろと、建てたらね、撤去しろと。 わかりましたっていうことで、じゃあ20メートルのピラミッドを我々人間の近代の、まあ、クレーン車とかね、いろんなの使って、まあ、最初使わないで作ろうって言って、あの使わないでちょっとあの、あんまりこうカメラで撮ってないんだけど作ったんですよ。で、とてもじゃないけど、あの、何にも重機使わないと何もできなくて、<laughs> あの、石削るところからなんですよ。で、最初石と石で削あの割ってね、ちょっと加工してなんてやったんだけど、 全然歯が立たなくて。で、機械で削っても、全然削れなくて。で、あのー、石切り用の、なんか、ノコギリがあるんですよね。でっかい。で、それを借りてきて、で、石を切ったんだけど、でこぼこで。で、それを、なんか、まあ、水を噴射させながら削って、まあ、あの、ヤスリですよね。でっかい、あのー、機械のね。で、それにかけて、やっと平らにできる。で、二日がかりで、 あの、一トンの石をね、二日かかって <laughs>、あの、やっと、まあ、あの、四角く立方体にできたんですよ。二日ですよ。で、一個二日かかる。ねおかしいな、ということですね。だって、あの、ギザの大ピラミッドって、一個二分で切り出して運んで積まなきゃいけないんですよね。数を計算すると。二十年で、要するに百万個ですから、二分で一個切り出して、立方体にきれいにして、 運んできて積まなきゃいけないんですよ。それを2分でやんなきゃいけないんだけど、1個に1トンの石を2日かかっちゃったんですよね。でもあそこに使ってるのって2トンから10トンぐらいなんですよ。だからたった1トンの石で2、まる丸々2日もかかったら、いや、これできないなってことになったんだけど、まあ、番組ね、一応スポンサーからお金もらっちゃったから、あの、やんなきゃいけないじゃないですか。まあ一応やって、大幅に日にちをオーバーして、あの、 石を削って何個かやったんだけど、全然その日程があるんでね、放送の日程も決まってるし、もう間に合わないんですよ、全然。で、いや、しょうがないね、これって言って、20名だった <laughs> って言ったんだけど、あの、もうじゃあ10メーターにしようと、目標をね、急遽台本変えちゃおうってことで、あの、スポンサーはね、なんだよ、それって言ったらしいんですけど、まあ、10メーターにちょっとしましょうということで、で、10メーターで、じゃあ、あの、土台、あの、 ね、石を1トンの石をいくつか切って、結構ね、あの切ったんですよ。2日に1個。ですんごい体材が伸びちゃって。で、まあ、1ヶ月半ぐらいいたんですよね。で、どんどん切って、でそれでもう、まあ、足りなかったんで、将来からの手前だけでね、あの向こう側はまあ何も組んでない、もうしょうがない、テレビカメラこっちから撮って、<laughs> あのこっち側だけ組んで、ピラミッドみたいに。 で、後ろ側は何にもないんですよ。空洞なんだけど、しょうがないじゃないですか。まあ、一応できたよってことで、もうね、間に合わないんですよ、全然。で、一生こう、今度乗っける作業が、借りてきたクレーンでいけると思ったんだけど、全然ダメで、何がダメかって言ったら、あ,あの、一番下はね、あの、結構早く組めたんだけど、二段目、三段目から持ち上げなきゃいけないじゃないですか。で、高く持ち上げるのが、なかなかね、 あの、フラフラしちゃって、クレーンが。で、もっとでっかいクレーンじゃなきゃダメだなって言って、大型クレーン借りてきて、で、大型に切り替えて、で、それで、まあ、積んで。まあ、時間はかかった、かかった。もう大変だったですよ。いろいろ、もう宿泊して。で、も、ま、う、あ、1ヶ月半ぐらいかかって、やっ。 ともう手前型側だけです。ハリボテですよね。後ろがないんですけど、一応ある雰囲気で、まあ、撮影して完成しましたってことで、まあ、後ろもありますよっていうことなんです。言わないけど。で、まあ、こんな感じでできましたって言って、あの、もうね、ボコボコなんですよ。隙間だらけで。で、あ、これはえーって言って、だって何十個、あの、20個ぐらいしか切ってないですから、二、三十個を組み立てて、で、 もう隙間だらけでボコボコなんですよ。で、ちょっと上の方曲がっちゃってるんですよね。あの、分かったのはね、あの、その石がね、1センチでも5ミリでもちょっと斜めになって水平が取れてないと、その上に重ねていくとどんどん隙間が空いちゃうんですよね、縦の。で、一番上はもちろん水平じゃなくなっちゃうんですよ。高ければ高いほど。で、斜めになっちゃってるんですけど、<laughs> かっこ悪い,いピラミッドで。で、隙間だらけなんですけど、で、ボコボコなんですよ。そんなにまっすぐ削れてないんで。だから、あの、200万個以上をね、 あの水平を取って、きちんと水平で、あれ、上、あの、一度も傾いてないですからね、あの水平取ったらまっすぐなんですよ。石が全部。平らで。あれってもう考えられないですよ。だって下から、要するに、あれでしょあの、千段以上あるわけでしょあの千段以上ガーって200万個の石を並べていって、傾斜がね、あの、要するに傾きがないんですよ。どこの辺も。まっすぐなんですよね。水平なんですよ。全部。 あっちこっち。どこ測っても。すごくないですかだ、まあ、もうね、無理だってお手上げ状態で <laughs>、矢上さんも、いや、これ無理だねっていう、なんか無理だとか言っちゃってるんですよね。そう。まあ、そんな検証をやったんだけど、これはやっぱり人間には作れないねっていう結果になったんですよ。だって10メートルのものでもそんな宿泊しちゃったんですよ。簡単にできると思って。だってそれを組み立てながら、組み上げながら、中の通路と隠し部屋とか、 その落とし穴みたいなものとかね、迷子になるようにわざと、そういうのも全部石を置きながら作っていったんですよ。あれ、掘ったんじゃないですかね。石を置きながら迷路とか作っていったんですよ。それがね、できないですよね。あの、10メートルでただ、あの、ハリボテみたいに手前側だけのね、ピラミッドを作るのにも、そんな宿泊して、で、曲がっちゃって隙間ができて。だからね、これは無理なんじゃないかっていう話になったんですよ。 あまあ一応ね、ここまで頑張って、あの、やってみましたっていう風に番組は仕上がってましたけど、そうじゃないと、スポンサーこ、昔ね、スポンサーうるさかったんでね、怒り始めますからね、本当にね、だけど、まあ、なかなか人間技じゃないということでね、でもそれにしてもあれでしょ、さっきからこう映っている、あのダンダラ寺院のね、お寺の壁なんですけど、いやー、これすごくないですか。これを手で掘ってったわけですよ。 いや、人間が掘ったのか誰が掘ったのかちょっとわかんないですけどいや、とにかくすごいですよね。これは。で、これもう4000年近く経ってるんですけど、こうやって綺麗にね、残ってるわけですよ、うん。やっぱこれはね、まあ人間技ではちょっとないと思いますね、やっぱりね。まあ何らかの誰かの協力がね、あってということなんじゃないかと思います。 ということで今日は雑談エジプトをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。